本日ご紹介する本は絵本です。こちらの2冊ご紹介したいと思います。まずはこちら、ででん、超新太さん作、ゴム頭ポン太郎。これはね、名作中の名作ですよ皆さん。超新太さん、このね、絵本作家の超新太さんなんですけども、まあ数々の名作を残されていますが、中でも私はこのピンクのね、ド派手なこのジャケ買いですね。もうゴム頭ポン太郎というタイトルとジャケに惹かれてこの本を、ちょっと手に取ってしまったわけなんですが、まあ中もまあ面白い。彼がですね、なんかこういろんなね、このまあこうポン太郎です、ポン太郎がいろんなところをこうポンポンとバウンドして、進んでいくというお話なんですけども、最初の方がですね、遠くの方から男の子が飛んできましたという一文から始まるんですね。どういう状況って思うんですけど、これがね面白いのなんの、どん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 ちょっと引き込まれていきまして、そしてこのね絵がとても素敵でですね、これがどん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 ね引き込まれていくわけなんですね。いろんなところにポン太郎行きますね。そしていろんな出会いがあるということで、私は実はこれちっちゃい時読んでなくて、大人になってから出会った絵本なので、こうして買ってしまうほどインパクト大なゴム頭ポン太郎でございます。そして続きまして、2冊目なんですけども、こちらも同じ超新太さんの作品でございます。こちら、地平線の見えるところ。めちゃ名作ですね。これなんとですよ、この絵本、まあ絵本って基本的にこう小さい子供とかがね、読んでも理解できたりとかするように、言葉が結構こうシンプルになっていたり、リズムよく、綴られていたりとかするものが多いわけなんですけど、なんとですねこの本かなり潔くですね、全てのページ、全てのもうめくってもめくってもですね、一言だけで構成されております。その言葉、出ました、出ましたっていうので、延々とずっとシーンがね、変わっていくような変わっていかないようなみたいな感じなんですけど、とにかくいろんなものが出ます。この地平線、これね本当にもう地平線ですよ、見たまんま地平線、地平線にいろんなものが出ます。これ何が出ますかっていうのはちょっとこう読んでいただいて楽しみにしていただきたいし、これもまたね子供さんいらっしゃる方はぜひ一緒に読んで、いただきたいと思うんですが、なんかこういや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 、まさかまさかそれは出ないでしょっていうものもいっぱい出てきますので、そういう期待をねいい意味で裏切っていく絵本になっております。大小いろんなものが出てきて、これもだいぶアドベンチャーですので、ぜひ気になる方は何が出るかその目で確かめて、読んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日はですね、こちら超新太先生のゴム頭ポン太郎と地平線の見えるところという絵本をご紹介いたしました。この企画始まったばかりなんですけども、薄々気づいている方もいらっしゃるかと思うんですが、私結構ねパンチのあるものとか、トリッキーなものとかエキセントリックなものが好きですね。もう本当に名作ですので、一度読んだら忘れられないそんな一冊になると思いますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。というわけで、豊崎さんちの本棚から一つかみ、今回もお届けしました。気になるなっていう方はいいねボタン、そして面白かったなと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。